はい、毎度オリバーです。また一日おサボりしての、動画となりました。今日は3月4日月曜日ですね。昨日ひな祭りということで、別にひな祭りらしいことは何もしてないですけれども、昨日はですね、言ってた洗濯機が届いたんでね。で、洗濯機を家にね入れてもらうために、古い洗濯機の周り掃除したりとかして、で、まあ、洗濯機洗面所に置いてるんですけれども、その洗面所と廊下をこう隔てる襖があるんです。うちの家めっちゃ古い家なんで、なぜかそこ襖なんですよ。で、その襖がね外れなくて、で、ちょっとジャッキアップとかしたりとかして、襖を抜くという作業を、したりとかしてね。で、夕方に届けてもらったんですけれども、まあ、その後襖入らなかったのでね、ちょっとカーテンつけたりとかしてね、なんやかんや作業しとったら1日もう経ってしまったんで、もう昨日はやめとこうと思いまして、そんなこんなでまたおサボりしちゃいました。で、まあ、今日はね、ちょっと早く帰ってこれたのでね、今こうやって、カメラ回してるところでございます。さあ、今日何しとったか言うと、別に今日、まあ、仕事しとってトラブルシューティング行って、でちょっと修理の打ち合わせをしてみたいな感じだったんですけど、この週末ですね、金曜と土曜日の晩と2日続けてね、マグロを食べる会っていうね、会にお呼ばれしまして、参加してまいりました。っていうのは、ジム仲間の先輩でジュンちゃんっていう人がおるんですけども、まあ、僕より10ほど上の人なんですけれども、その前の日曜日に、マグロを釣ってきてね、で、まあ、そのマグロをみんなに振る舞うぞっていう会で、2日連チャンで、金曜日がメインの会やったんですけども、どうしても金曜日来れないという人が土曜日にまた来るっていうことだったんで、2日続けて、僕なぜか、参加するみたいなね、そんな週末を過ごしました。三重県のどっか言ってましたけど、どっか忘れましたけど、なんか三重県まで行って、で太平洋に出て、でトンボマグロって分かります？分からないですよね。ビンチョウマグロです。ビンチョウマグロのまあ 20〜30キロのやつをね結構釣ってきたみたいで、で、その魚をまあいただいたというような感じなんですけども、その前の日曜日に釣って、で綺麗に腹わた取って掃除して、で3日間冷凍して2日かけて解凍したみたいな、で金曜日の晩にいただいたっていうような、かなり結構ねしっかり熟成されててね、めっちゃ美味しかったです。でちょうど今旬なんですよね、このビンチョウが。で、まあ、結構釣れてるみたいで、で何本取ったりとか、2本か3本20キロぐらいの取ったって言ってましたね。でそのうちの、1匹を、まあ、いただいた、みんなでそのジム仲間のね、人たちでいただいたみたいな感じでね、まあもちろんお造りですよね、赤身のお造りと、ほんでトロもお造りで出てきて、でやっぱ中落ちうまかったっすね。中落ちね、骨の間についてる肉ね、あれをスプーンでこそいでね、でボコッと盛られとったんですけど、もうあれ最高でしたね。でお造りそうやっていただいて、であとマグロのカツもね、ちょっと作ってもらいました。カツもうまかったですね。さっとレアで揚げてもらってね、もうビール進む進むでね、結構それもいただいて、で最後にマグロの巻き寿司を、アボカドと一緒に巻いてもらったんかな。すごいね、寿司飯とねビンチョウめっちゃ合うんですよね。でそれもめちゃくちゃ食べたっすね、うん、多分普通の巻き寿司1本分ぐらいは食べたと思うんですけどね、もうお腹いっぱいになって帰ってきましたけど、いやめっちゃうまかってね。でまあその先輩、まあ、初めてマグロ釣ったんですけど、でインスタグラムでねマグロ釣れた言ってあげてはったんで、すぐにね、で僕ねコメントしたんですよ、心臓食べましたか言うて。
ね、何それ言ってまた帰ってきて、そんな心臓なんかもう捨てられたでって言って書いてあったんですけど、まあ、実は僕もね、あのマグロ過去に何回か釣ったことあるんですけども、まあ、初めて釣ったんが、沖縄の久米島でね、あれ何キロぐらいやったかな、あれ25キロぐらいの、キハダマグロ釣ったんですよ。でその時生まれて初めてマグロを釣ったんですね。で釣り上げて、釣り上げたらその船の船長さんが内臓をこうお腹切って内臓を出したりとかエラ取ったりとかしてね、そういう処理をしてくるんで、してくれるんですけど、でそれをこう見てたらおもむろにね、僕のとこに赤い塊を持ってきてね、これ食えって言ってね言うんですよ。で、いや船長これ何ですか、言ったら心臓や食えとか言って、いやそんな気持ち悪いわ、よくわんわ言うたんですけど、ええからもう初めて釣ったさあのマグロの心臓やから、これ記念に絶対食っとけって言われて、縁起もんやし絶対食っとけ言われて、じゃあちょっとだけあの一口だけ食べますって言って、ちょっとこう一口サイズに切ってもらって、で海水でね洗って、もうそのまま食え言われて食ったら、めっちゃくちゃうまかってね、もう肉より肉です、肉より肉、めちゃめちゃ肉肉しくて、まあ言うたらさっきまで動いとった心臓ですからね、もう筋肉の塊ですから、で血をボンボン送ってねしてる筋肉の塊、めちゃくちゃうまみあって、で海水の塩味だけで、うわこれめっちゃうまい、船長もうちょっとください言うて、もうちょっと食ったんですけど、もうそれがねめちゃくちゃうまくて、でその先輩にも絶対心臓食ってほしいと思ってね、で言ったんですけど、もう捨てられたわ言うて、でその後も何匹か釣ったんやけど、結局食わずじまいでまだおられるんですけれども、でその話をね、またマグロの食べる会の時に、なんで食えへんかったんですか、もうあれが一番うまいぞマグロの中で言うて、いう話をしとったら、いや俺実はもうああいうグロいの食われへんねって言って言う、まあ確かにね、僕もねもう気持ち悪いグロすぎてねよく食わんかったんですけど、でもねめっちゃ思いましたね、その時。それまでこの釣り糸一本で僕と一対一で、言うたら魚は命がけでやってるわけじゃないですか、もうね餌食うてしもて、で不本意にも餌食うてしもて、そこに針がついとったから、僕のね釣り竿ともう一対一の勝負になってしまったわけでしょ。でも命がけで抵抗して、でもうその時でも30分ほどかかったから、初めて釣ったから、もうその竿を持って力の入れ方とかも分かれへんかったからね、もう変な体勢で、後で動画とか見たらめっちゃブサイクやったんですけども、もうすっごい手もパンパンになって、足も痛いし、もう全身で僕も戦って、もう途中でもう誰か代わってくださいって言いそうになるぐらいねしんどかったんですけど、まあ僕もしんどかったけど、魚もっとしんどいじゃないですか、僕よりねちっちゃいしね、僕の何4分の1ぐらいの体重しかないんでね、25キロぐらいだったら、それでやって、でも1対1で戦って、もう最後とうとう僕に負けてね、でね海の中で悠々と暮らしてたのに、突然船の上上げられて、お腹バサ切られてね、内臓全部掘り出されて、そんな気の毒な話ないじゃないですか。でまあ船長さんがこれ食えって出してくれたんやけど、いやほんまごもっともで、ほんまにここまで命がけでね僕と戦った魚やねんから、この心臓食ったらなあかんってめっちゃ思ってね、で食ったらやっぱうまかったし、すごいなんか生命力感じたって、これがマグロの心臓かみたいなね、うん、でそれをね食ってほしかったなとかってね思いながら、そんな話とかで、盛り上がったりとかしてねしてたんですけれども、まあそんな普通食えないですからね、そんなさばきたての心臓なんて、もう海の上におる人しか食えないんで、もう絶対特権やからね、先輩にはいつか食ってほしいなって僕は思ってるんですけれども、またまあ、今トンボシーズンでまだあと何回か行くって言ってましたね。でまた夏になったキハダもね回ってくるんで、和歌山とか三重県でもねキハダ釣れるんでね、もうキハダの心臓は絶対食ってやーって言ってるんですけど、まあ、食ってくれるかどうかちょっと分かりませんけどね、まあ、もしね皆さんも見てる方でね、マグロ釣りされる方とかね、これからマグロ釣りに行かれるチャンスがある方、絶対釣れたらもう腹出してすぐの心臓食っ
ってみてください。今日はそんなマグロの話でございました。まあそんなことで、また次の動画でお会いしましょう。では、またさよなら、ありがとうございます。おきに。